します。お、すごい部屋綺麗になったじゃん。でしょ。掃除をしたということで来ました。しちゃいましたよ、掃除。じゃあ綺麗なうちにね、久々にお部屋紹介していきたいと思います。日本に汚いところもある。もちろんもちろん。ここはね、はい。ちょっとまだ考えてる。はい。とりあえず、じゃあ全体的な感じを今日はちょっとスマホで撮りたいと思います。こんな感じですね、翔ちゃんの部屋は。そうですね。で、こんな感じでここがドアで、で、ここがいつもの撮影に使ってる壁です。そう、こんな感じでね。まあテーブル置いて、ここでやってまーす。こうやってね。そう。床に座ってやってるのね。はい。ちょっと今テーブルこっちに置いちゃってるんだけど、このテーブルをこっちに持ってきてますね。はい。じゃあ順番にどこから、端っこから行く？こう真正面から。行きますか。まず、ここ何もないけど。壁。壁と、あと、機材とギター。そうだね。ちょっともうライトとか三脚とかもうしぼちゃんの部屋でしかほぼ撮影しないので、置きっぱになってます。あと最近ね、もうギター本格的に頑張ろうっていうことで、はい、もう置いてますね。すぐできるように。やっぱね、出して置いとかないと触らないよね。触らない。それはわかる。出ないと触らない。そう、あっという間に1週間だみたいなね。やばい、まだ練習してない。そうそう。やっぱね、目につくとこに置いとかないとダメだ。ダメだからこうやってね、出してます。まあこれちょっとギターのね。そう、こういうのも出しとかないと。そうね。出すのめんどくさいね。確かに。まあ弦の調整とかね、しなきゃいけないからね。ね、はい。ってことで、で隣に行きます。ソファーですね。この辺はもうだいぶ前からずっとある。何年ぐらい前？2、3年もっとじゃない？ 4、5年ぐらい前じゃない？これ前にあって、これは最近買いましたね。そうだね、クッション、あのイケア、このタグが長いやつ、これ切ったら、いやいいの、このタグのビヨンはいいの、このタグが可愛いじゃん。あ、そうなの。隠したいけどね、ママだったら。タグが可愛いから。変わってんね、タグが可愛いとか。まあいいや。このカバーもだね。この白いカバーもイケアで、そうですね、ピンクがニトリだったかな。そうかもね。マルチカバー、うん、ね、もうこれね、オイルとかこぼしてたりして、ね、そう、超汚いんだよね、今。上がってるんだけど、もう汚れが落ちなくてね。白はね。そうなの。いや、もうね、ピンクも落ちないし。うん。そうそう、本当。本当染みちゃってて。そっか。困ってるんですよ。まあ、カバーだからね、消耗品なので、あまりにもね、汚くなったら変えなきゃですね。そうですね。はい、じゃあソファ、今ソファ、これベッドにもなるんだけど、今はソファーですね。はい、形が、たまにベッドになってます。昨日ベッドです、ね。あ、昨日ベッドだったんだ。はい、じゃあ、でもこの辺は毎回やば、今汚いかもけど。そうだね、この前片付けたばっかりのはずなんだけど、動画で。一瞬で、まあ。まあ、これメイクワゴンですね。これはまたね、あの別に動画出してるんでね、よかったら綺麗になったところから、はい、見ていただきたいですね。普段はこんな感じなんで、そう、まあ使っていけばしょうがないですね。使っていけばやっぱこうなっちゃうから。それがここに装着されてます。はい、で、ここは机。この机もこの前、はい、突撃でやったよね、最近。あー、やったー。1ヶ月ぐらい前かな、ね、でも、あのいきなり引き出しとかも見ちゃったよね。今やばい、汚い。うん。いや、今日はもう見ないけど、あの、机が気になる方は、あの、動画1ヶ月ぐらい前に出してるんで、見てください。まあ、さっとね、今はこんな感じで。はい、まあ、シンプルイズベストって感じですね。マジで。そうですね。はい。こんな感じですね。この辺も全然変わってないですね。はい。ね、こんな感じです。で、しほちゃんは、このベッド、あの、イケアの、この、なんていうの？このベッド。ロフトベッドっていうのかにしてるので、上がベッドなんですけどね。まあベッドはまあ別に紹介するほど何もないらしいので、また今度なんか変化が起きたら撮影しましょうか。これしか置いてないので、私、あー、ティッシュとリモコン類ですね。あのライトのリモコン、うんうん、しか置いないので。そうだね、使い通行ではないですね。え、そっち側は撮影できますか？ちょっとしおちゃん映せますか？棚ですね。棚は使ってんので、まあ汚いですけど、こんな感じに棚があって、うん、え、ここ汚いけどいい？あのランドセルとか、あの名前あんな、ここどうしよう、こんな感じで
小学校で使うものを入れてますね。鍵盤ハーモニカと下習字で、この中にも彫刻刀とか、これ絵の具、これも名前まっきり見えないかな、絵の具とかそういうのを入れてますね。はいはい、まあ、ここはね、もう何度か紹介してるかもしれないけど、本棚ですね。そうですね。本棚はまたね、別にゆっくり紹介しましょう。さあ、とこんな感じで。本棚まだね、埋まってないよ。で、この辺がヒロアカ。でも、なんかちょっとここに漫画があったのが、一個下げたのね。一個下げました。はい。でも、うん、ここはデク君コーナーにしようと思って。ああ、そういうことか。デク君しかいないってこと？そうそう、ここ全部。なるほど。あ、ここね、ここね。そうそう、なるほど。でね、ソードアートのグッズどうしようか迷っててさ、ここに2人今わかりますか、そうそう、これキリトとアスナです。もうかわいい、どうしようか迷っててさ、飾りたいんだけどさ、まあ迷うなと。何を隠そう、アニオタですのでね、あなたまあでもそこまでひどくハマってるわけじゃないけどね、軽くこんな感じ。この辺だけちょっとアニオタ系がにじみ出てる。だから、外して、うん、ちょっとデフ君をもっとこうしようかな。あ、ここね、網ちょっとね、つけてて、なんかかけられるんだけど、何もかかってない。もうヒロアカ最終章だよ。まだ1年生だよ。まあいいや。はい、じゃあ、で、今ね、ちょっとテーブルここにあるんですけど、これはなんでここなんですか？たまにここなの。あ、ここで漫画を撮ってここで読むってこと？そういうわけじゃない。ここに座っちゃうから。あ、ここに座って、このテーブルは意味はないんだ。気分。たまにベッドにしてさ、運動するので、うん、そこで飲み物とかを置くと、なるほど。マッチだと取りづらいから。なるほどね。だからですね。だからですね。あと、テレビと机とソファーがこう並んでるのって、うん、ああ、確かに確かに。そういう意味です、ね。なるほどね、うん。飲み物置くぐらい。これね、この前、ダイソーで。そうなの、かわいいし、いいじゃん、ワンポイントでね、かわいいでしょ、これ。みんな見ましたか、動画、はい、でね、これね、うん、広がっちゃうからね、ゴムで止めた、うん、おー、ちゃんと工夫したんだ。そうそう、で、止まってるっていうことですね。なるほど、はい、こんな感じです。はい、次、下はなんかね、下は、書類、ファイルと、うん、今までの、勉強の、そうそう、なぞなぞとか、うんうん、これね、そうそう、ファイル、あんまり使ってないものかな、今は。そうですね、うん、で、あとここに通知表が入ってて、あ、通知表で、ここは、うん、勉強道具ですね。あ、勉強道具ですね。で、ここがグッズとか、あ、グッズとかので、こっちには入りきらなかったグッズたちがありますね、はい、ね、こんな感じで、かわいいっしょこれこれね、ちっちゃい頃からいるしーちゃんに似てるって言われて、そう動画に何回か出てきてるかな。で、あとはもうテレビですね。そうですね。で、ここにスイッチが、あまり使わないスイッチ、スイッチ、もつない、スイッチがあって、花瓶があって、で、あとここにね、鏡が、あ、鏡ね、鏡があるんですよ。これをここに立てかけて、うん、ああ、そう、もうね、本当は壁についてたんだけどね、ちょっと置く場所がなくなっちゃって。え、ついてたっけ、壁に。壁に、あ、前、昔ここについてた、本棚つける前に。そうだよ、壁についてたんだよ。もう今ずっとこういうやつね。まあいいんじゃない、コンパクトにしまった方が、ね、いいよね。で、こんな感じでね、まあリモコンとかの置き場がここに、はい、まあこんな感じでして、ここにドアがあって、で、入りするという。そうですね。で、撮影と、はい、こうやってやればいつも通りの背景ですね。そうですね。はい、こんな感じで、まあここに、あ、扉がもう一個あるんですけど、ここはウォークインですね。はい、ここ、まあ広い、結構広いウォークインで、そう、ここからね、そう、ここからここまであるから、そう、そう、タンスとかね、ないじゃんっていう方はここの中に、ね、まあ大きいクローゼットですね。前なんかで部屋型のクローゼットみたいな。そう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 、ウォークインクローゼットって言うんだよ。ママがウォークインクローゼットずっと欲しくて憧れてて、作った。でもうちらが使ってる。そう、いつの間にかしほりみに占領されました。この部屋だって本当はパパとママの寝室だったんだけど、しーちゃんの部屋にいつの間にかなっちゃって。一番広い部屋をしほちゃんが使っております。なんて恵まれた子なんでしょう。それ、そうだよ、こんな広い部屋に
入れるのは幸せよ。幸せですね。幸せと思ってください、本当にね。もう幸せをね、そうですよ、毎日ね感じておりますよ。本当ですよ、こんな有意義に。ママが部屋、この部屋に寝泊まりしたいわ。来る？え、いい、来るとかそういうんじゃないから。そういうんじゃないから、はい、はい、まあね、はい、日頃ね、ここでまあ撮影とか頑張ってもらってるんで、はい、はい、という感じでございます。はい、はい、こんな感じです。どうでしたでしょうか。どう、あんま変わってないけどね、大きな変化はゼロかな。もう一回ちょっと綺麗になったねっ、まあ綺麗にはなったよね。日頃から綺麗にしていただければもっともっといいんですけどね。まあ気づくとね、脱ぎずらしとか、そう、この辺になんかいろいろね溜まってますよね。はい、じゃあ終わりにしますか。はい、ということで今回はね、私の部屋紹介でしたかね。はい、綺麗にしてよっていう綺麗なバージョン、綺麗なバージョンとか言っちゃったら汚いバージョン取れって言われて、いや汚いバージョン取ろうとしたらね、嫌だって断られたんですよ実は。ということで、それではバイバーイ。